150年前の1872年10月14日は鉄道の日。日本初の鉄道が新橋から横浜間で開業しました。新橋横浜間が最初の建設区間となったのは日本の首都東京と国内有数の港町である横浜と接続するため、建設に適した地形が容易なこともあり建設された。新駅開業した高輪ゲートウェイ駅付近の建設時に発掘された旧高輪築堤は一部が保存されます。横浜駅は現在の桜木町駅がもともとの横浜駅であり、移転を2度繰り返したため、日本で最古の駅は品川駅になった。150年前、新橋から横浜間が約50分かかり、リニア開業後、品川から名古屋間が約40分で結ばれると、約160年で鉄道の進化を感じられます。2022年現在、日本の人口1位は東京、約1400万人、神奈川県が925万人、東京駅の利用者数が約93万人で、横浜駅が85万人が利用している。東京と横浜間の京浜線区間の本数は約10分で21本の列車が往来する。過密ダイヤが多く存在するが、日本で多くの列車が一番往来する区間だと思います。京浜急行花月総持寺駅歩道橋から子どもたちが手を振ると、鉄道運転手が警笛を鳴らしてくれる。運転手さんの心優しいサービス精神、多めで感謝します。
Thank you.